こんばんはこんにちは未来に残したい授業ですえー、このチャンネルは普遍的な問いに対する考えをお持ちの方々にお話を伺い一緒に考えていくチャンネルです今日はこのチャンネルであの以前もご出演いただいたことがある坂井隆さんと中川大地さんをお招きしていますあのー、すごい嬉しいこのチャンネルをやってたからこういうメンバーが 聞き合ったっていう私の中では嬉しいこう出会いでしてなんで今日このお二人を招いたかと言いますとあの私は酒井さんが訳された「万物の黎明」これデイビッド・クレーバーとデイビッド・ウェングローの著作で、えー、昨年ですね2023年9月に刊行された本なんですけど。 この本では、えー、隣町カフェでイベントもさせていただいたりしてもうこの本こ,こうやって見ると分かんないと思うんですけど厚さもすごくてですねでしかも二段組であの読むの読み終わったことそれだけでもすごい達成感を覚えたっていう本なんですけど、まあ、内容が本当にすごくて結構この本を読んで以後至るところであの本知っ,て知ってますかみたいな感じで。 何人もの人に言ってここで読んだことっていうのにすごい今も影響を受け続けてるというあの私の中ですごい大事な一冊なんですけどこの本について先日あの中川大地さんにこのチャンネルにご出演いただいた際に吉田弘さんとのデジタルゲーム研究の,あのシリーズでご出演いただいた際に、ま、デジタルゲームっていうのも遊びの,いあの遊び研究 のこうから連なっっててるものであ,って、まあ遊びについての話なんかも出た際に「万物の黎明って知ってますか?」みたいにそこでも言ったら中川さんがもうすごいあの自分も好きだったとっあの「あれはものすごい一冊だ」みたいに言ってくれて「読んでるんですね」みたいに盛り上がりで中川さんはこの背景に出している「現代ゲーム全史というご著書がありこの「 ご著書のサブタイトルっていうのが「文明の遊戯士館から」というサブタイトルで、まあ、遊戯士についてあの研究されてきているのでこの万物の黎明には、まあ、すごく、ね、大きなあの思いを持って読んだっていうことをおっしゃっていただいてじゃあぜひこのお二人に、うん、遊戯士という観点から万物の黎明をどう読むかっていうのを お話しいいたただきたいなと思って今日がありますでこの遊戯詩っていうのが何なのかこの本にとって何なのかっていうのをほんのちょっとだけ私があの冒頭でご説明しますとこの本のですね614ページの,あの坂井先生の「役者後書きに変えて」というところの中で。 本書はある意味では人類史を遊戯、プレイという視点から再構成する試みでもある。人類がさまざまな可能性を試しては放棄し、試しては採用する、嫌になったらトンズらしたり、別のシステムを作ったりする、そうした遊戯であるっていうふうにあるように、まあ、この本の中ではあの一貫してそのプレイ、遊戯っていうことがかなり大きな、なんていうの、キーワードというか、あの なっててて書かれていてでそう私も酒井先生大好きだから酒井先生が東京にいらっしゃるあのイベントとか公演の場があるとできるだけ行くようにしててでこの前あのそういう機会があって「この万物の黎明を読む」っていう本<っ>そうこのこれが,があってこの観光イベントの際にもあのいろんな研究 分野の方々がそれには参加なさっていてあのその方々からのお話の中でも「この万物の連明っていう本は各分野、うん、その各研究分野に,によってインパクトの受けどころが違うっていうふうにおっしゃっていていろんな観点からその想像力であるとか革命とか文明とか自由とかいろんな観点でこう 注目しななががら読むことでできるっていう本なんですけどそんな中で中川さんはこの遊戯詞っていう観点からこの本をお読みになったということでどういうふうに読んだんだろうっていうのをぜひ聞いてみたいですしそれを聞いて酒井先生はどう思ったのかっていうのをぜひぜひ伺ってみたいと思います。はい、前置きが長くなりましたがお二人ともどうぞよろししくお願いします、はい、よろしくお願いします。 はい、中川さん、ちょっとねああのあの説説明というかその現代ゲーム全 <laughs>、はい、文明の遊戯士官からのご説明や酒井先生との接点についても少し、はい、あのぜひお話しくださいはい。 改めまして、僕自身はですね、基本的に仕事としては、批評家、評論家という名乗り方をしています、あと、評論家スラッシュ編集者という形で活動しているんですけれど、特にですね、やはりご紹介いただいたこの現代ゲーム全集という本、これ2016年に出た。 あの本なんですけれど、これはもともと僕があの、まあ、ゲームとか、それからアニメとか、あのポップカルチャーを通じて社会について考えるという方向での,あの,、まあ、あの評論活動をしていて、 で、それの母体になっているのが、あの、えーとまあ、批評誌の,のプラネッツというですね、あの、宇野恒大という、あの、批評家がいて、まあ、彼があの編集長で、まあ、僕が副編集長という形で、まあ、あの、えっ、ー、と、長年ちょっとやってきたあの批評雑誌があって、で、まあ、そこで、あの、えーまあ、あのゲームの、あのまあ、いわゆる、だから、まあ、ビデオゲームとか、あの、デジタルゲームというふうに、あのまあ、呼ばれる。 あのまあ、ゲームの、まあ、ポップカルチャーとしてのゲームの,あの歴史をあの、まあ、ひ,あのひとまずちょっとあの、まあ、あの歴史世論としてあのま,、まあ、まとめようと、まあ、いうことでそこでの、まあ、連載をもとにまとめたあの本だったんですけれど実は酒、まあ、井先生のことをあの最初に知ったのはあの、まあ、この「万物の黎明」よりもはるかに、ま、あののあの役所よりも、ま、あのだいぶ前のことで。 あの僕があの最初のですね著書を書いたのが2012年にあの、まあ、東京スカイツリー論という <laughs> あの本を書いています。うん、というのは僕はですねあの、まああのえー、と墨田区の,あの東京都の墨田区向島出身でちょうどこの,、ねまあ、の2006年ぐらいにあのうちの地元にあのまあ,あの ねまあ、もう本当に何もない、まあ、下町な,な,なわけだったんですけれどそこにえ、まあ、東京タワーのねあの、まあ、あのなんか倍近くあるあの、まあ、新東京タワーを建てるぞというあの、まあ、話が持ち上がってでそれが当時あのミクシーというですね SNS のみ、ね、SN のの略コミュニティというところであのだいぶまあ賛否両論が、ま、巻き起こってでそれで関心を持って何、まあ、ていうかなこんな。うん えまあこの賛否両論の議論をま,あまとめつつ、まあこのなんていうかな、この東京東側のこの町で、ああのねえー、まあ、このまあえー、この600メートルものそのタワーを迎えるとは、なんかどういうことなのかとまあいったことを町のまあ街の,あの歴史と、あの 東京のちょうど浅草に近いところなのでそういうね盛り場としての浅草の界隈にあるそこに新たな塔が立つとはどういうことなんだろうということを結構割と建築士だったりだとかあるいはもっとさらに幅広い人類学的な観点をいろいろリファーしながら。 まあ書いたあの本だったんですけど、でその時にすごく、あのまああのえー、やはりあのずっとその街とそのタワー、展望,展望塔とか、ね、あのタワーについての,、えー、あの評論というのは、まあ、あの結構なが長らくいろいろとされてきた系譜があって。 でまあ、例えばまあロランバルトの,、ね、あのエッフェル塔についての論だったりだとか、それからまあ松浦久喜さんもなんかあのそれを受けてさらにエッフェル塔論を表彰文化論的にさらにまあ深めた本だったり、まあ、あるいはあの細間博道さんの「浅草十二回」という本なんかもあったりだとかあのするんですけど、でそこで本当にあの僕がその本、東京スカイ通ーリを書く、割とはその前ぐらいの時に酒井先生が通天閣という、これもものすごい分厚い <laughs>、ね。あのうん に丹念にあの、ね、あの大阪の,、まああの,ね、あの近代の開発史と、ね、それからその,、まあ、その中におけるその通天閣の,その,、まああの意味というものをあの非常にちょっと深くあの書かれた本があって、それに、まあ、大変感銘を受けて、でそれでその、まあそのね、世界と日本の、えーまあ、タワーの歴史の脈絡の中で、まあ、じゃあスカイツリードがどういった意味を持って、どういったメッセージを発するの,しうるのかとい、まあ、ったことを書いたのが、あのまあえー 東京スカイツリー論でそれを出したときにその酒井先生にちょっとどこの新聞か忘れちゃったんですけど新聞書評でですね書評を書いていただいたことがあってそれでちょっと大変ありがたいなという感じを抱いていたのがちょっと僕の最初の酒井先生との接点だったということがありました。はい ちょっとまあもしよろしければその節のことのなんかあのリプライを一旦ちょっと坂井先生に頂い,いてから。かなってあ通天閣は賞も受賞してる作品でね、はい、坂井先生の代表作はい、はい、でして、そうぜひ、ねまさかそのパワー、街とパワーつながりだったっていう最初は <laughs>、はい、坂井先生。ね、ちょっとまあ 2016年が現代ゲーム全市で、2012年に、はい、あの東京スカイツリー理論です、ね。はい、開業の年です少し前のことですけど、坂井先生、の一言 <laughs> <laughs> え。ちょっとこの前の,その、ちょっと打ち合わせをしたんですけど、そこでちょっと初めて知ったという、つな、えー、がったという。あのでしかも えっと、確かに書評、なんか、えっと、書いた覚えは、えー、言われてみるとあのそういえばあったなという <laughs> あの感じはするんですけどあの,あの時期ね、確かに、えっと面白い東京釣り論とかもいくつか出てましたよね。そのの一つが中川さんの あの本だったんですよね僕ね本当はあ,あれえっともうつでかく書いた後だったんでねこう参照とかあんまできなかったんですけどねその、えー、たまたま「通天閣100年が2000」が、え、20102011、っとえー、ん 通天閣100年と、あのー、東京あのスカイツリーできたのと、うん、で僕の通天閣が出たのが大体同じ時期でタイミングが良かったんですよね。そうですね2011年に酒井先生が出されていてはい、えー。いろいろ重なってあの時期ちょっとタワーのについてのいろいろこう、うん、論考とかこう、えー、えっと 歴史とかが出た時期ですよねあはい、はい、のそれでまさか今日のゲーム大全が <laughs> つながっていく通天閣とつながっていくとはちょっと夢にも思わず <laughs> びっくりしてるんですけどはいただちょっと僕自身はこのえゲームっていうのが本当に疎くて、えー、なのであの もうほんと基本的なところからあのいろいろ聞きたいなとは今日は思ってるんですけども、<laughs> でも接点がそういうところからあるっていうので、うん、あの共通の土台はすごくあるのかなと思いました。はい。関心のね関、うん、心の共通性とか。ありがとうございます。あのねこの万物の黎明、先ほど私があの酒井先生の後書きに変えてから引用して。 お伝えしたんですけど帯にもその遊びっていうのが大事なキーワードとして書かれていて人類の歴史はこれまで語られてきたものと異なり遊び心と希望に満ちた可能性にあふれていたっていうのがこの本の帯に書かれていてでこの本を読んでると本当そういうことが伝わってくるしもう私坂井先生を知って酒井先生 からあのアナキストの方々たちのことを深く知るようになって <laughs> あのダメレンの神永さんとかも大好きですしあの方々とか酒井先生たちに共通してるのって遊び心なんですよ。で遊び心って本当に大事なんだなっていうことを。こう あのね、一緒に過ごさせてもらう中でも感じるし、でそれがこの本ではなんかどうして遊び心が大事なのかっていうことがこう伝わってくる、前編通して伝わってくるので、だからもうこの遊戯詩っていう観点から中川さんがどう読んだのかっていうのは本当に知りたいなと思って、はいはい、今日なんですけど、はい。ということでね、はい、ちょっとだい本題に入るまで、ね、ちょっとだいぶ長くなっちゃったんですけれど。 <laughs> やはりまあ僕がやはりこのねあの万物の黎明をあのとにかく読んでまあもう本当にあの読んでる間にねところどころにいろいろまあまずその、まあ、遊戯農耕という言葉があの、まあ、あの出てきたり、えー、だとかあのする形でまあ基本ちょっとこの本ってあのー、ね、あのー、ちょうど仮想的にしているあの何、えー、て言うかなあの 本が例えばまあポップ人類学というふうに、まあ、あの見くくってられてるんですけど、例えばまあ代表例がやはりあれ,あれですよね、岩、まあ、ハラリの,あのまあサピエンス全、えー、のとかなんですよね、これがサピエンス全史ってくしくも僕の,であの、ね、現代ゲーム全史と大体同じ年ぐらいに出てる、日本ではあの翻訳されてる。うん <laughs> まああのみたいなことがあって、で同じくやはり全史なんていうふうに大層なタイトルをつけてしまったもんだから、非常に僕もあののねえとハラリのまあサピエンス全史のことはすごく、まあなんか、くしくも意識せざるを得なかったの感じなんですけれど、まあやはりちょっと、で、あの、まああので、ああのま万物の例名で批判しているこのまああのサピエンス全史的な、ああのまあの、 なんていうかな人類史のストーリー感みたいなあのものっていうのが、まあ、基本的にまず農耕、えーまあ、社会みたいなもの、あえーとまあえー、と資料採集社会が、ね、あって、でそれが農耕、えーまあ、社会になって、そして、まあ、あの都市革命が起きてみたいなあの形での、まあ、割と社会発展論あその、まあ、文明の発展論的な形で、単線的な発展論的なあの,、まああの 形でまあ、描かれている描像に対してあまあ多少もう少しねあの,、まあえーえー、とあのいろいろとあの認知革命があったりだとかっていう形でもう少し複雑化あの、まあ、させつつでそれであの、えー でまあ、決してその単線的な進歩としてではなくてあの、まあ、やはり、えー、ある種のなんかねあの、えーまあ、狩猟採集社会での,その平等社会的なもの,のへの、えー、なんていうかなあの、まあ、その社会があの大きくなっていくことへの,そのトレードオフとして高、まあ、社会に、えー、なってあの、まあ、あの格差とか不平等が生じてみたいな。 まあちょっとそういう描像であの書かれてあのいるわけなんですけれど、まあ、僕の基本的、あのやはりあの現代ゲーム全史でも、ちょっとそういった、なんていうかな、そのじあの割と社会進化論的なあの人類史というのは、確かにちょっと意識したあの書き方をあのしていて、まあ、僕の本では基本的には、アメリカと日本でそのまあ発展したそのコンピューター サイエンスの発展に伴って、まあ、どのように、えーそ,のまあ、そこの中で、そのかつて人類があの繰り返してきた、何ていうかなその、えーと、社会発展みたいなものが、現代ゲームというふうに僕が言った、そのまあ、コンピュータコンピュータと発展しての、もう一つのバーチャルワールドで、あの さ、ね、まざ、あ、まな、あ、ゲームの発展によって人類の持っていた遊びのレパートリーあのみたいなものがでそこでもう一つ何、ね、ていうかなあの、えー、バーチャル世界で繰り広げられる、まあ、人類史の縮図みたいなあの、えー、ことが結構起きてるんじゃないかとい、まあ、ったことでこの、えーとまあ、あのデジタルゲームを、えーまあ、大い100 まああのまあもう100年に満たないまあ短い、えー、歴史の中でそこでその人類史のあのねえー、とあのまああのシミュレーションシミュレーションみたいな形であのみたいな形で行われることによってそのなんていうかなテクノロジーあの あのまあ、そのテクノロジー環境の中でいかに人間の遊び的なあの、えー、まあ本能という言い方をしていいかどうかあれなんですけどそういう遊び的なマインドみたいなあのものがどのようにその、ねえー、と再現されてでそれによって新たにその情報社会というものが、まあ、今我々が知っている、まあこのまあえー、とインターネット、えー、とかを含めたこの、まあえー、あのテクノロジー社会みたいなものがどのように再編されて 構築されていったかということで、ま,あえーまあ、まさにだから、まああのえー、とデジタルゲームという遊びによって、まあ、我々の社会がその駆動されてきたというあのことがすごく分かりやすく見えるから、あのあのえーまあ、この縮、えー、図としての,この,、まあえー、とあのデジタルゲームの歴史をそういう見方で見たというあの感じあのだったんですけれど、だからやはりあの、まあ、そこで見ていくと、あのまあ、決して本当にね、あのえーあの えーまあ、整然とこのね、その、えー、と、この、まあ、あの狩猟採集社会から濃厚社会に行ってみたいな、あのまあ、えーまあ、パターンになるというよりも、やはり、この、まあ、デジタルゲームの、この、ね、えー、と、この数十年から、まあ、あのどんなに長く取ってみても、まあ、あの、ね、えー、と、100年ぐらいの、あの、 まああのえー、コンピューターの歴史の中で、まあ、い,らいかに、まあ、いろいろな可能性があの試されていってはあの、まあとね、偶発的な要因によって、まあ、ある、ね、ゲームスタイルみたいなものがあの、まあ、たまさか本当に、えーとあのえーまあ、選び取られてであのそのタイトルからその模倣がたくさん生まれていったりだとかあるいはそのアンチテーズが出てきてる。 いたりだとかっていう形であの形成されていったかということをまあ,あの丹念に追ってあの書いたんですけれどまあただそれはあ,のあるねあ,の、えーあ,のまあ、ある時点からあの勝利者主観的に見ると、まあ、この歴史の発展が必然的だったみたいな、まあ、見方も出て見えてでそれによってある、まあ、進化論的なあのパターンみたいに見えるあのことも あ,のあるように見えるんですけれど、まあ、決してでもつぶさに見ていくとそうではないというあの、まあ、ところをちょっと楽しんでもらいたいのがこの「現代ゲーム全史だったんですけれど、うん、やはりなんかそれとすごく通底するマインドみたいなものがやはりその考古学とそのまあ人類学をあの,まあの,あの、まあ、その、ねえー、と対話として描かれていた。 ね、二人のデビッドた,たちの,、ね、あの対話から生まれた、まあ、この本の中で、それがもっと、ね、人類史的なスケールで、全体で見てもそうなんだぞといったことがま,あまずあるなっていう、えー、ところですごくなんていうか感銘を受けたし、と、えー、いうところで、まず、すごく簡単に言うと、やはりあのそこにすご,いすごい共感を得たっていうところがありますね。今 教えてくださったようにそのここでまず始まるのこの「万物の黎明」のまず始まりってそのホップス・理想的な価値観の、はい、を覆すっていうかそうじゃなかったっていうことから始まって、はい、もうそれだけで最初からびっくりしちゃうっていう感じなんですけどその狩猟採集から濃厚の一直線っていうよりも。はい 人々は人類はもう行ったり来たりそのいろんなパターンを行ったり来たりしてたしある時はこう時期的にあの狩猟を採集してあ濃厚してであの権力が固まらないように解散してとかなんかすごい本当に自由だったっていうかそんなに固定された一直線スタイルじゃなかったっていうことをこの本。 はあの示しててくれてることの一つなんですけど、まあ、今聞いてたらデジタルゲームっていうかゲームの歴史もその一直線じゃなくてな,いです、ね、なくてっていうね、うん、いろんなあの行ったり来たりがありアンチテーゼが生まれそこからまた新たな作品が生まれみたいな感じのその行ったり来たり感にあの、まあ、そっちの方が自然だというか一直線社会 あ進化論的じゃないのねっていうところだっていう,、はい、いうふうにはい、はい、今伺って、ね、はいはい、えー、ね、うん、それでで一応それで僕の本の中でまあこのまあ分でまあこの、まあ、たかだかねそのゲームっていうまああのコンピューターサイエンスの、まあだなみたいな形で生まれたまあすごくなんか一娯楽ジャンルみたいなあのところがあるんですけどまあそんな中にまあ あのなぜこんな文明の遊戯士官なんていう、なんかまあ、文明なんていうちょっとでかいことが言えるのかっていうふうに感じ,、まあ、感じたかというと、まあ、やはりその、まあ、遊び研究の,あの,、まああの古典というと、やはりあの、えーとあのまあ、ヨハン・ホイ・ジンガの,あの、ね、ホモ・ルーデンスがあって、でまあ、それを継承して、あのねえーとまあ、ロジェ・カイオワの遊びと人間っていうものが、まあ、大体その二大古典としてあの、まあ、必ず挙げられるものであると。 まあ、つまり、まあ、ホモルーデンスで言っているように、まあ、人間の本性というものは、まああのね、遊びであるという定性、まあえーまあ、をかあの、まあ、掲げつつで実際、法医人ガの頃は、えー、と1938年にあの刊行された本で、うんまあ、戦艦期にあの出てきたあの本,、まあ、本だったのでやはり当時のヨーロッパの えまあ知性におけるそのまあその誠を中心的なあの思想みたいなものがあののまあ理性中心であのやってきたものがあのねえ でまあ、その理性の産物であるその科学技術によって、まあ、いかになんていうか人間は、ねあのねえー、賢い文明をあの築き上げてこれたのかというものが、まあこのまあ、第一次世界大戦みたいな蛮行を引き起こしたことによって、まあ、ヨーロッパ地政に対する、まあ、全体的なやはり絶望とか反省のムーブとかが出てくる中でそこで、まあ、あのそういう気分とともに。あの ね、あ人間はその知恵というよりあの、ね、賢い、ね、あのに生き物というよりは、えーまあ、遊びの中にあの生きているものなんだということを、まあ、結構いろいろなその民族学的なあの調査の,、えーまああの成果とかあるいは言語学的なその遊びにまつわるその言語学的な歴史資料をも元にして、えーまああのえー まあ、あのそういう病状を描かれたのが、まああのえー、ホームルーデンスという、えー、言い方で,でそれ、まあ、ここからその、まあ、遊びというものを実用的なあの、えー、何か活動の付属,付属物というふうに見なす、まあ、それまでの,あの遊びというものへの観念から あのまあ、一変してやはり遊びというものそのものえの中にこそそのまあ文化をあの生成していくまああの基本的なエンジンがあ,のあるのだという、うん、まそういう描写を出したのがまああのホールデスだったとでそれを引き受けつつあのまあえっ、ー、とまあロジェカル側っていうのはあのねえっ、えー、とあのまああの、えー、結構まあ万物の黎明とかでも割とあのまああの重要なあのまああの 起源の一つ、んていうか、ルーツの一つとして出てくるマルセル・モースのですね、やはり弟子筋に当たったのが、やはりロジェ・カイオワとかも含まれていたわけなんですけれど、やはりモース的な民族学あるいは人類学の、文化人類学のその薫陶のもとに、さらに、だから、カイオワというのは遊びというものをより、 ポイジンガの頃よりは、まあ、緻密に分類して、まああのまあ、あの4つの、ね、遊びの分類枠組みを作り上げたりだとか、あとまあもう一つの、えーとあ,のえーまあルズスとあのパイディアという、まあ、言い方で、あのルズスっていうのは、えーあのまあ、なんていうか、あのえーまあ、勝ち負けのある、勝ち負けを競うあのゲームですよね。でうんまあ、あのギリシャ、ローマで、まあ、オリンピアあのみたいな。 とかあのまあ、オリンピアとかその、まあ、今日あの競技大会みたいなのが生まれるっていう形ですごくあの理性的に整備されたあのルールのある、えーまあ、遊びがあの、まあ、ルーズス。 であるのに対して結構まあ,あのもっとあの、まあ、フレームのはっきりしないななんか戯れとしての遊びというものがパイディアっていうものがあるんですけど、うん、このだからルーズスとあのパイディアの2つの何ていうかなその、えー、まあ遊びのモードがあってでその,あのせめぎ合いによって、えー、いろいろなねあの社会の,あの、えー、モードというものも記述することができるんだという,いうことを結構ロジェクあのまあ海があのまあ、えー、描いてみせたといったことがあって、うん、でまあ僕の文明の遊戯士官 えについてもあの基本的にはそのまあ会話のコンセプトをあのあの引き受けえながらあのえまあのルーズスとパイリアまつまりルールがあるあのまああのきっちりしたその制度化されてあの制度化遊びを制度化していく方向のえまあその近代とか理性とかに繋がるようなあのそういう方向のなんていうかあのまああのえまああのゲイあのまああのま ゲーム化していく方の遊びと、それからあくまでもルールとかをむしろ壊していく方向のアナーキーな方向の遊びというのがあって、そのパイディアの方向と、その2つの原理の、なんていうかな、車の両輪のように作動していくことによって、このデジタルゲームの歴史も傷つかれてきた。 えー、ではないかとい、まあ、ったようなあのほあのことで、このルズスとあのパイディアの,この、まあ、バイロジック、2、えーまあ、つのロジックの,、ねあのえーまあ、バイロジックとしてこの、えーまあ、ゲーム史をあのちょっと描いてみせたというのがこう、まあのまあ、あの現代ゲーム全史あのだった。 わけなんですけれど、やはりこの万物のあの例名の方でも、このまあ、えどっちか、なんていうかな、この一つのね、あの制度があるその格差を確定するようなね、濃厚的、あのなんていうか、王権だったりとか、そののまああ濃厚社会みたいな、ああああののままシリアスな濃厚みたいのがその固まっていく方向と、いや、それをあの一回、そのね、ピエールクラストのね国家に移行する社会みたいな形でその拒絶してあのいくんだっていう、その、 ねあの固定化するものを拒絶するあのえ動きとのえまあこのあのまあのえまあそのなんていうか遠まあ吸引力と遠心力みたいなあの形で描かれていてだこの描像というものもだからこのえこのまああの海洋は的なねあのまあルスとファイディアえまプレイあのまああのゲームとあの遊びのあの対立 っていうあの形で読み解いていくと、えー、結構この、まあえーばまあ、万物の例明で描かれていたような、えー、この、まあ、制度化とその遊戯化あのみたいなものというものは、割とその通定した見方であの、まあ、見ることができるんじゃないのかなというふうに、ちょっと僕の方ではあの感じているなという感じですね。ありがとうございます。はい、今のお聞きになって、坂井先生、いかがですかあ、あのー、 いや、面白いですよね。あの、えー、っと、グレーバーは、まあ、もともと、こう、えー、プレイ、あ、遊びについては、結構、はいあれい、いつからあんなにプレイっていう概念をキーワードにし始めたか、ちょっとわかんないですけど、あの、ある時期から、こう、プレイとゲームで、はい、えー、あの、 いろいろ分析をするようになって、今の話で言うと、こう、えっと、会話のその、会、え、話、ー、のこのルズスとパイディアというのも、この、えー、プレイとゲームに該当しますよね。該当します、はい。ですよね。で、まあ、あの、それで、こう、このある種のダイナミズムによって、こう、えっ、ー、と、生成的な プレイとそれが物証、えー、化者というか、うんえー、ある程度制度化されて物心化したレベルでのゲームで,でもそのゲームも基本的にはプレイが駆動してるから、はい、あそれがこう内側からこうまた解体してさらにまたゲームが生成するというようなこうダイナミズムみたいなものを、うんえー、そうですよね言語の動きとかそういうのも参照しながら彼はこうて。 なんか記述を始めたような気がするんですけど、なんかすごくそれでね、ゲームの歴史もあの、えー、と記述あの、捉えることができるというのは面白いですけど、われわれのちょっとまるでこう部外者にも分かるような面白い例ってありますか、具体例って。ゲームの領域でっていう。ゲームの領域で、そういう創発とはい、はいえ、固着化と解体みたいなものが、なんかすごく分かりやすく。はい 展開したような事例ってあああ、りますか。あそうですね。だから、えっ、ー、とですねど、まあ、どこを挙げるといいかな。えっ、ー、と、あのー、まあ、あの僕がちょっとこれを、なんていうかな、その歴史の読み解きに使えるなと思ったのが、あのー、まあ、会話が、あのー、まあ、遊びと人間の中で、えっ、ー、と、まあ、だいたいその、えっ、ー、と、まあ、あのー、えー、ちょっとル、まあ、ルーズスとパイディア、えー、ではないんですけれど、あのー、まあ、えっ、ー、と、 ああの例のあの例4つの分類があって、まあその闘争の遊びであるあのアゴン、ねえっ、ー、とあのアゴンの分類で、まあ、つまり、えー、とまあ、スポーツみたいなやつですよね、その勝ち負けを競う、あのね後がいの、まあ、技を競い合うみたいなこと、それからアレアっていう運,運の遊び、つまりくじ引きみたいなものですよね。うん、でそれからえっ、ー、とあの 耳くりっていうあの、まあ、あの模倣するもの模擬、えー、の遊びも、えーまあ、これ、まああのね、ごっこ遊びだったりだとか、えーあのえー <coughs> まあ、演劇だとかにも通じるみたいなものでそれからあと、まあ、4つ目が、まあ、イリンクスめまいでやると、まあ、これはなんていうかあの、えーまあ、バンジージャンプ、えー、だったりだとかブランコに乗ったりだとか 体幹の遊びみたいな形で、これで大体この4つにみんな遊びって分類されるだろうなということで、今でも説明力がすごく高くて、いろいろ会議されつつも、基本的に使われているゲーム研究でも結構よく言われている、使われるような枠組みで、大体この4つの分類でゲームの実際デジタルゲームの魅力も結構この4つの分類で。 この4つのエレメントの混合みたいな形であの、えー、分析されることが多いし僕の本でもまあ基本的にそういう方向であの、まあ、分析あのしていたりとかするわけです。でそれで海洋話が人間の社会とか文明もこのやはり4つの分類の,あの,、まああのえー、と結合形態として見るといいだろうというふうに言っていて。 で、あのアゴンとアレア、つまりまああのえっと技とえっとあの技による闘技とそれからえっとまあ運の組み合わせで、あのねあのまあ作られたものが、あのえ割とまずあのあの割とまあギリシャローマあの的なそのまあえっとまあのねえっとまああの まあそのルールのあるそのスポーツみたいなものがあの、えー、優勢になっていく、その制度化していく方向でのまあ社会であって、まあ、これだからルーズスって言ってるのとほとんど変わらないなと思うんで、僕は一緒くたにしちゃってるんですけど、とに対して、あのえー、とあのまあミミクリとイリンクスが結合するもの。 えー、つまりこれはだから、えーとまあい,まあ、いわゆるだからあの、まあ、民族社会と呼ばれるあ、まあ、自然民族的な社会での,、まああのシャーマニズムだったりとか、まあ、儀礼とか儀式。えー だったりだとか、そういう充実的なものがあのえー、まああのねあの仮面舞踏とかでまあ何かをねその自然の精霊だとかをまあええー、模倣しつつでそこでまああのシャーマンたちがあのねえっ、ー、とまあ、体に巻き起こるね何かあのね熱狂的なあのえー、あの作用に,によってまああの何かをねえー まああのインスピレーションを得るみたいな形によってまあそういう儀礼と事実によってまあ社会が回っていくような社会とっていう形でまあで2つの方向で分けているんですけどこれが実際だからデジタルゲームの傾向にも結構割とすごくまあすごくステレオタイプに分類してしまうとだから例えばだからアメリカとか欧米圏のゲームって えー、基本的にこの、えっ、ー、と、まあ、この、えっ、ー、と、アゴンとアレアが結びついたルズス的なあのゲームが多いんですよ。例えば、だから今、あの、えっ、ー、と、えー、なんか e スポーツというふうに言われている、まあ、競技的なゲームがありますよね。例えばあの、まあファあのパ、あの、シューター系のゲーム、えー、つまり、まあ、あの、えー、あの <laughs> まあ、あのそれぞれのプレイヤーが人、まあ、あのまあ、銃を撃って、で、まあ、チームを組んで、ね、相手チームと対戦して、で、勝ち負けを競う。 まあ、みたいなあのタイプの,あのゲームだったりだとか、うんうんまあ、あのまあ、そういった、だからちょっとスポーツ的なゲームが、割と欧米圏だったりだとか、あのちえーとまあ、中国だったりだとか、韓国、えー、だとかでは結構盛り上がっているのに対して、結構日本だと、あのその辺の,割とあの、ね、えっ、ー、とその、まあ、かっちりとしたその、ねえー、とチームプレイでルあの、ルールのもとに競い合うゲームってあの、まあ、なんていうか、そこまでなんていうかな、全面化しないんですよね。 でそれに対して日本の場合だと、やはりあの、まあえっと、パックマンとかあのスーパーマリオブラザーズとかっていう形で、えー、どっちかっていうと、そのなんかあのね、キャラクターがあのかあのに対してすごく感情移入しながら、あのねえーあのまあ、割とその、ねえっと、その画面の中で、ね、自分の,あの代理表彰となるようなあの、まあえっとまあ、愛らしいちょっとキャラクターをで見つけて、 でまあ、そのキャラクターのフェティッシュによって,、うん、っていうかな遊び体験を作り上げていくというタイプの,、まあ、あのゲームがまあ非常に、あのーまあえー、と流行しやすいと。で、その,まああの一番ゲーム史的にまあ最もあの産業的に成功したのがまあポケモンだったりするわけですね。うんうん でまあ、ポケモン GO とかもねちょうどだから僕の本が出たこの年2016年にポケモン GO が出て、まあ、世界的なあのブームになって、まあ、世界中の人たちがね,そのねあの、えー、もうスマホを通じてその現実世界の中にポケモンを見つけ出しに行くみたいな,、うん、なんかそういうメンタリティがあが、まあ、巻き起こって、まあ、いたのが。 ああのまあ、2016年なんですけれど、うんまあ、とにかくその日本のねあのゲームは、まあ、もちろんその、えっと、競争的な要素はあの,、まあ、あのもうこれああのあの必ずあるんですけど、まあ、例えばだからストリートファイター2みたいなあの形で、まあ、対戦格闘みたいなものを生み出してでその対戦シーンみたいなものをちょっと作り出したのは当然日本からあの だったので、まあ、決してだから、まあ、あの完全に2つにねあのスパッと分かれあの二元論的に分かれるあのわけではなくてあくまでもその、まあ、グラデーションの問題あのなんですけれど割とだからそのまあ、えっと、日本的なゲームというのは 非常に何ていうかな、耳くりとイリンクスが結びついた、ちょっと部族社会的な感じの原理で動いているのになんかと通底するような形で、あるね、アニミスティックな表彰を見つけ出して、そこでそれとの戯れを楽しむようなタイプのゲームで、あんまり勝ち負けというのはそこまで重視されない。 えー、みたいな形で、でまあかっちりしたルールを、えっ、ー、と、つく、あの、をのもとに競うというよりも、なんていうかな、もう自分たちなりの、なんかね、あのえー、コミュニケーションルールみたいなものを、なんか結び、あの、まあ、見つけ出していって、で、そこで、あの、コミュニケーションするみたいな形で。 例えば、だからゲーム実況文化での、なんていうかな、そのか、えー、なんかね、なんか、ある、まあ、スーパーマリオとかをやってても、そこでやる、なんか、面白いパフォーマンス、まあ、みたいな、あの、えー、ものをちょっと、あの、ね、えー、あの、まあ、見つけ出すみたいな方向とかに、あの、えー、 なんかあのまあ、関心がいったりだとかっていう形であんまりそのなんかねあの、まあ、真面目なその、ねえー、と勝ち負けの観戦文化というよりはそこでおふざけみたいなあの、まあ、ものの方が割と受けやすいみたいなあの、えー、感じだったりだとかがあるとい、まあ、ったところがちょっと、まあ、すごく典型的に。 あのまあいった場合での何て言うかなその割とあのまあルズス的そのまああのゲームあのすごいあのねしっかりゲームとして競う制度化されたゲームで競うあのゲームあのゲームカルチャーとあとまあもう少しそのえっ、ー、とまあルールブレイキングな形でその ポケモンの、ね、あの可いいやつらを集めたり、えー、だったりだとか、まあえーまあ、それからその、ま、あの自己表現として,色々ていろいろなそのゲームアバターをあの作ってでそこで何か勝手なものを、まああのまあ、マインクラフトみたいなものとかでいろいろちょっとフリーキーなものを作り上げていくあの、まあ、みたいなあの方向で楽しんだりだとかっていうのが、まあ、割とゲーム文化におけるそのパイディア的な方向であると。 まあ、言ったことで、まあ、ちょっとこれ、体感がないとなかなか <laughs> ないかなと思うんですけど、あのまあ、大体ちょっと、まあ,あのそ、そんなことがありますよっていうのが、ちょっと今、回答になるかなと。はい、うん。あ、なるほど。あ、面白いですよね。わりますかね。え <laughs> えと、えー、あのおおよそなんかわかってると思うんですけど、はい、あのその場合、この2つの、 んえー、大まかに2つに分かれるこう、えー、ゲームの構成の仕方の文脈に何があるかというようなことはお考えですかどうお考えですかああ文脈というと、うんえっと、どういうい文化的背景があるとか、どういう時代的背景、はい、なぜ日本のゲームがそう,、うん、そういった傾向を持つのかというようなこと。 ええ、そうですねまあ僕は結構あの、まあ、この本でもあの僕の本でも、まあ、中澤真一さんに呼び書いてだいてたりだとかして結構まあ割とだからあの、まあ、あのまあ中澤真一門下 <laughs> っていうあの、まあ、あの感じでもあるんですけれどやはり、まあ、あのまあ中澤さんが、えっとまあ、1997年に、まあ、自分がポケモンにハマって で、それで、その時の経験から見えてきたものを、ちょっとレビストロースの野生の思考の枠組みを使って分析した、ポケットの中の野生という本を出してますけれど、やはりそこで、日本のゲームの奥底には、ポケモンを通じて、ポケモンというのは、だからゲームデザイナーの田尻聡さんという人がいて、田尻聡が、 もともと結構ねあの、えー、出身があの、まあ、東京郊外の,あの町田の方に出身で,でそこでタクシー開発がちょうど高度成長期から安定成長期に移るぐらいの頃にあの結構幼少期を過ごしていてでそこでその郊外のね東京郊外のタクシー開発 の中で、まあ、いろいろと、そのね、えっ、ー、と、あの、まあ、あの森が切り開かれて、あの、行く中で、で、その、で、そのね、すぐそばに、なんか森がある中で、その最新鋭の、なんかね、タクシあの、ね、えっ、ー、と、近代的な住宅ができていくみたいな、あの風景の中で暮らしてきたのが原風景であると。で、そうした中で、そのね、えっ、ー、と、あの、まあ、もともとあった、その、ね、あの、えー、まあ、あの、残っていた森の中で、その昆虫体、最終体験を、あの。 して、えー、いるのと一方,一方でその、まあ、ゲームセンターができていてでそこでデジタルのゲームをやっていくっていうその両方の経験を持っているがその、えーまああの幼少期に、えー、抱いていてでそれで森の中での昆虫採集体験を、まあ、どんどん都市化していく子どもたちのためにその、ね、あのバーチャルなその生態系の、えー、中にちょっと、ね、あの置き換えて。 遊びの本質をちょっと残していきたいみたいなコンセプトでポケモンって作られていて、でそれがそのゲームボーイっていう家の中で正置き型の,あのゲーム機ではなくてあの、ねえー、と子供たちが外に持ち出せるあのゲーム機。 にあの、えー、置き換えたのが結構ポケモンだったんですけれど、まあ、そういった形で、まああのまあ、あの子どもたちの中に宿るそのや,やはり野生の思考というものがあの、えーまあ、このデジタルデバイスを通じてその,、まああのえー、田尻さとしてはそれ,それによって残すことが、まあ、あのできたのであると。 まああの行ったところからまああのまあ中澤さんはまああのちょうどだからその後ぐらいとかに結構フィロソフィアやポニカだったりだとか精霊の王だったりだとかっていう形でまああとはまあまあまあもう少し前にはねあの森のバロックであのねあのまあミナカダクマクスえー、まああのえー、の,あのとかその かとあとは,まああのあれはあの密教の曼荼羅とかをまあ結びつけながらまああの論じていたりだとかしていて、まあ、とにかくまあ要はそのまあ日本の,そのまあアニミスティックなその土壌の中上にまあえりと,と仏教が入ってきたりだとかして、ででそれがあのまあとにかくまあ日本の場合、の割ともう地層が重なるように断絶せずにいろいろ積み重なっていって、でデジタルもちょっとその上にでまああのえ受け止めているみたいなことがあると。 でまあ、そう,い,ういった、その,、まあ、あの割とその、まあ、このユーラシアの端っこにあるユーラシア文明の最終終着点としての,この、まあ、日本の地政学的な土壌もあってでそこに、えー、堆積していった文化の地層があ,、まあ、あるおかげであ,のあれですね。うん おかげで、まあ、なんていうか、この、まあ、あの、えーそ、それが、そのさ、まあ、あの、えー、最新のコンピューターカルチャーが入ってきた中でも、そういったものが、まあ、あのやすやすと、その、ね、えっ、ー、と、あの出てくるような、その、えー、まあ、あの会話的に言えば、あのまあ、パイディア的な、あの、 えー、メンタリティみたいなものがその基本的にはその、ね、そのルズス的な感性の,、まああの最たるものであるその、まあ、あのゲーム理論とかによって構築されていったその、まあ、コンピューターカルチャーの、えー、中にそこにあの、えーまあ、うまいことを積結することができたという、まあ、あの文脈感があ,のあるかなというふうにあの感,じ、まあ、あの感じていますで。日本の方に関してはそうだと思うし。 でそれと、あのまあ、僕の本でこうあのアメリカと日本の,あの、まあ、ゲームカルチャーを対比しなさせながら書いていて、でまあ、アメリカの方がやはり、ねそのえー、基本的にはあの、まあえーまあ、西洋的なあの、まああのまあ、知性のちょっと実験場として築かれていったあの部分もあると思うんですけれど、ただまあアメリカはアメリカで、あのえー、やはりあの、まあ、ゲーム史の発展の中で、 えー、結構あれですね、そのコンピューターカルチャーのあのコンピューターサイエンスの発展の中で、えー、もうこの西海岸のあのやっぱりヒッピーカルチャーのあのまあ、影響がかなりあの強いと。あ,あのでそれがその、えーまあ、そののえまあ東西両海岸でのあのまあ、ハッカーカルチャーみたいなものとそのヒッピー文化があのまあ、結びついて、でそれでそののまああ何て言うかな、そのえー、体制的なあの巨大科学の あのまああの産物としてのそのねあのねあコンピューターをむしろその、まあ、個人のね、遊びの、ね、くだらない遊びのために開放するんだっていう方向で、えー、結構まあ初期のあのまあコンピューターゲームであるまあスペース・ォーがあ,のまあ生まれていったりだとかでして、うん、まあそれがあの、えー、結構そのねハッカーたちの間でそのまあ、えー、インターネットの前身であるアーパネット、えー、というものを通じてそのね、あの それがあの、えー、ハッカーたちの間に広がっていって、でその楽しさをあの、まあ、味わったあの連中が、の中の一人が、えーあのまあ、あのノーラン・ブッシュネルというアタリシアを立ち上げて、でまあそのまあ、コンピューター産業を作り上げていくあの、まあ、あの人に決意していくわけなんですけど、やはりこのヒッピーを経由して、まあ、つまりその、まあ、アメリカ先住民的なあのカルチャーが、 あのまあ、あの非常にそのなんていうかな、そのえー、コンピューターの最先端のところに結構流れ込んでいっているという部分があって、まあ、だから日本がね、浸透、えーまあまあ、的なアニミズムだったりだとか、そ,の、まあ、それからその仏教が集合していったりだとかっていう形で思想を超えてあの、まあ、あの積み重なっていったのと同様に、やはりアメリカにはにあの、ねえーと、こそに、ね、現アメリカ人たちの,あの,、まあえーこのま、マインドがあって、 で,でまあその世界観をね、その、えー、このこなんていうかな、カウンターカルチャーの文脈の中で取り入れようとする、やはりね、そのまあ,あの60年代から70年代にかけての、まあそういうあのなんていうかな、ムーブメントがあって。 たからこそそれがあああののまあえー、とそ,それがあのアメリカのねえー、とその、えー、まあ,あの個人をエンパワーメントしていくそのパーソナルコンピューティングの思想、アラン・ケイとかの思想に結びついていって、うん、でそれがねあああああの、まああの、まああのままゲームカルチャーの母体であるコンピューターカルチャーを作っていくっていうあの形があって、うん、まあこれがだからね、その、えーとまああのあ西ヨーロッパ、純粋な西ヨーロッパよりはアメリカと日本が、そのまあ あのゲームカルチャーというああの遊びのカルチャーの、えー、をあの牽引していくそのまあ二大文化圏になったその文脈なんじゃないのかなというふうに僕は考えてますね。<ー> <laughs> おおおお面白いです <laughs> あの本当に明快にわかります。はい。はい、ええー。うんうん。ヒッピーを経由して先住民。うん。 の歴史っていうのがね、はい、ゲーム文化のアメリカゲーム文化の中に入り込んでるっていうので、うん、まあこのあの万物と霊明の中では、うん、その先住民の知恵っていうのがねあのー、すごく画期的な知恵というか、うん、さあこれは坂井先生がどこで後書きじゃなくて多分どこかでおっしゃってたことだったかと思うんですけどこの 本のタイトルって、ドーン・オブ・エブリッシングなんだけど、別案が、あの、こう、刊行される前にあって、それは、We have never been stupid だったっていうふうに。ああ、ああ。そう、れそれ、どこでおっしゃってたんでしたっけね、どっかで。言っ,ってた,ったかもしれないですね。ええーうん。で、そう、だからもう人類は一貫して、その、バカじゃなかったと、バカだったことなんてないっていうことを、 あのまあ、この本を読むと本当にすごくよくわかるんですけどその先住民たちが、まあ、まるでこうなんていうのかな劣った存在であったかのようなそういう生活様式や、まあ、文化政治だったかのように歴史は誤ってこう作られて書かれてきちゃってるけど実は逆だったというかむしろ素晴らしい知恵を持って生きていったっていうことを この本は示してててくれていてでその先住民たちの影響を受けてヨーロッパから来た宣教師たちだとかがなんていうの先住民たちの,そのライフスタイルのいいところを持って帰るっていうか,だから逆だったみたいな <laughs> そ,うそういうことがこの本で明かされて、ね、いて、まあ、すごく本当 変換っていうか今まで学んできたことと逆だったんだみたいなそ,うそれが分かるわけですけど、まあ、そうしたその先住民の、あのー、遊び、うん、遊び心というか遊戯的なその生き方っていうのが、まあ、ゲームにも影響を与えてたという、うん、ゲームのが作られる時にも、あのー、そういうものが、ね、文脈としてあったっていうのはすごい。 全然そんな風に思ったことなかったのであの驚きですけどこのせっかくだから、まあ、そ,のその万物の黎明っていうのが酒井先生が後書きで書いていたように、まあ、あの人類史をプレーという視点から再構成する試みでもあるっていう風に書いてあるように、まあ、どういう観点で酒井先生はこの万物の黎明を なんていうのプレイっていう観点であの、まあ、読んだというか書いたというかその翻訳されてますからされたのかなっていうのも聞いてみたいなと思ってましたまあねもちろんこの本の、えーうん、まあ読めばねその何度も彼らは、えー、と強調しているので、えー、プレイという概念が核心の一つであるっていうのはわかるんですよね。 プレート、うん、スタックっていう概念が一通をなしていてね、こうえー、発展が、えっと、これまでの,、ね、その世界のこう進歩史観だと、例えばアフリカとか、かつては、ね、アフリカとかアジアというのは、歴史の正常なこう展開の中で停滞していたみたいなイメージが語られてたんですよね。進歩本来ならこう進歩する はずななのにどこかで足踏みをしちゃっていっていううういるとうううそニュアンスだったんですよね。だ必然的な一方向歴史は一方向と考えられて、えー、でその中で遅れてるか進んでるかスピードが遅いかあるいはどこかで止まってしまったかとかいう感じだったんですけど彼らはそれをいわばねこう横に揺らしてこうとてもこう複数の選択肢の中をこう横断しながら生きていた人類が。 えー、落とし穴にはまったようにどーんとなんか一つの、あのー、システムに凝り固まってしまうあるいは一つの必然的な、えー、進展しかないように考えてしまう、えー、そういうそこまでこう想像力も封じ込められてしまうというような。 あのそれはなぜかというと問うことによって、このダイナミズム、あの歴史のダイナミズムの発想源をこう、あれですよねこう、シリアスなある種の生産力士官とかテクノロジー士官からこう、うん、プレイフルな、うん、遊び心のあるこう横揺れ士官というか、グルーブ士官というかね、うんまあ、そういうもので変えたというようなことですよね。でまあ、それがこうあの 今の話で言うと、今ね、こう、イさんがおっしゃった話で言うならば、えっと、とても大事なのが、えー、やっぱアメリカなんですよね。こ、うん、の本にとってアメリカスっていう、アメリカスっていうのはこう、アメリカ大陸、アメリカ全域のことですけど、北アメリカだけ、あアメリカ合衆国だけじゃなくて、アメリカスってはとてもこの本の中で大事な位置を、ある意味特権的な位置を占めていて、 えー、それはね、よくあのこの本の説明するときに、時々言うんですけど、この本は全体的にユーラシア史観の相対化でもあるんです壮大な相対化でもあるんですよ。うん、で、ユーラシア大陸で起きてることって、大体こうあの、かつてね、こうヤスパースが、えー、っと、あの、あれなんだっけ。 ああのかつてね、ヤスパースは BC500 年ぐらいにヨーロッパあ、ユーラシア大陸全域で文明の、えー、要をなすようなさまざまな出来事が同時多発的に起きてるということに、えー、を指摘するんですよね。で、この中国ではこう儒教が現れ、えーあの、インドでは仏教が生まれ、 えー、ギリシャでは哲学が生まれていうように知的革命みたいなものが同時期に起きてくるんですけど大体こうユーラシア大陸ではこの辺りぐらいから社会現象みたいなものがある程度のこう幅を持って、えー、共鳴し進むようになってくらしいんですよね考古学によるとねだから要するに繋がったわけですよ繋がって影響を与え合うんである種のこう電波が 頻繁にに起きてくるるよようになるわけですよねだから歴史がある程度こう同じように進展しているかに見えるのはリューラシアを見てるとそう見えちゃうっていう、うん、発想なんですよね。でそれに対してこうアメリカスっていうのはあの基本的には、えー、氷河期の終わりから閉ざされてるから、えー、ユーラシア大陸とは全くこう異なる歴史的な経緯をたどっていったからそれを見るとこう。 あのそれと比較するならばユーラシア大陸のある種の必然的な歴史観我々のスタックした想像力の中での必然史観みたいな解体されるっていうのが一つのこの本の,あの大まかなな方法的な意図だと思うんですねうんでその中で大事な,大事な人ってこの本の中で大事な登場人物はカンディア・ロンクをはじめとしてアメリカから出てきてるんですよね。う えー、カンディア・ロンクは何を代表してるかっていうと、このアメリカの先住民の、うん、あのアメリカのこうネイティブ・ピープルのある種のフィギュアなんですよねこう、集約者フィギュアとして出てくるんですよね。で彼らは、えー、何が大事かっていうとね、うんえー、これまでは確かにね、こうインディアンをこう未熟なもの、えー、っととても彼らは、あのー 誠実で、嘘をつかない、インディアンは嘘をつかない、誠実で、えーあの、我々の学ぶべきものはあるんだけれども、でもそれは彼らが単純な社会を素朴に生きてるからだみたいなね、褒めるときだってそういう発想でしたよね。うん、けなすときも、けなす時も単純素朴さがけなされるけど、褒めるときも単純素朴さを褒め上げてたわけですよ。うん、そうじゃなくて 先住民たちはもしかするとヨーロッパ人たちよりもより深い思想を持っていてより深い歴史、彼らがヨーロッパ人が減った歴史なんてとっくに彼らは持っていてその経験の中からヨーロッパ人とは反省しないヨーロッパ人並びに我々、うんうん、ヨーロッパ化された我々も含めあの反省しない我々とは違って彼らは反省して二度ともああいう、えー、血塗られた先制国家のようなものを作らない。 でその中から彼らは複雑な社会システムと、あの,ー、地のシステム、洞察、世界の洞察、えー、倫理観、さまざまな形での人間の投与の仕方それは儀礼なんかにあられるやり方ですよね、えー、こういったものを磨き上げてき、えー、たんだ、そしてそこで出会ったのが、ヨーロッパ人たち、その成熟した人たちと出会ったんだと。 でも彼らは、だからヨーロッパ人たちは時に憤慨するわけですよね。あいつらは俺らより全然劣ってるくせに、なんであんなあの俺らを未熟者だって言うんだと俺らをの、俺らを子供扱いするんだと、時々憤慨してるわけですよね。でもこれは、えー、インディアンたちの決して強がりでもなんでもなくって、えー、とか反発とかじゃなくって、彼らは本当に憐れんで批判したわけですよね、ヨーロッパ人たちが。 こうバカだなあつってでそこからヨーロッパ人たちはい,い,いろんなエレメントをこうそこから得て、えー、ヨーロッパ思想その最も開放的で最もヨーロッパ社会にとっては危険な部分をまろやかにしながら抑圧しながら、えー、自分たちの近代思想とのを作ったっていうような話がこの。 えー、大枠を構成してるんですよ、ね、これ、驚くべき、これ、恐るべき、うん、ある意味、ずっとヨーロッパ思想とか、あのヨーロッパの、えー、地とかシステムみたいなものを、こうヨーロッパの歴史の中でだけで考えてきた人っていうのは、にとっては恐,ろし恐るべき発想であるんですよね。でただこれこれ、それはこれだけじゃなくて、この本、えーっとえー、彼らが独創的に言ってることじゃなくて、これ、彼ら自身が言ってることですけど、いろんな人たちが、 それまで言ってきたようなことでもあんまり相手にされてこなかったような父の文脈とか拾い上げて大きく総合したのが彼らの試みでもあるんですよね。で重要なのはねでそれで何を言いたいかというとなんかねこ彼らが言ってることじゃないですけどあのこういうふうに考えていくとこれね今さっき中川さんが言われたことと全く重なるんですけれども。 あの僕らがね、なんかアメリカって好きだったものって、うんあの、例えばね、やっぱ僕らの自由のイメージってあるじゃないですか。あの僕らの自由のイメージって、なんとなくこう、えー、広い荒野の、えー、広い荒野が広がっていて、そこにこう当てのなく、目的なく気ままにこう旅していくとか。 えー、どこまでも突っ走っていくとか、そんなイメージあるじゃないですか、<laughs> この60年代以降のサブカルチャー、ロックとかで、奥田網代の、ね、イージューライダーみたいなものに、ある意味こう、えー、日本の受け入れ方がこう結晶しているようなイメージですよね。あれってね、考えてみたらヨーロッパの自由の思想にはないんですよね。 アメリカにあるんでですよで僕らでもね、あれ、アメリカから来てるからヨーロッパ由来だと思ってたんだけど、うん、あれね、インディアンから来てるんですよね、あれね。そうなんですよね。あれ、インディアンたちの自由のイメージを、彼らが、ヨーロッパ人たちが感化されて、異質なアメリカ思想みたいな作ったんですよね。でそれがこうえっと60年でさっき言われたヒッピーとか、うん あのヒッピーカルチャーや、あーえー、とそ,それ以降のこうパッカーカルチャーとかともこう、はい、つながっていくっていうような構図になっていると思うんですよね。だから僕らが実はアメリカのものって思っているものはこう、えー、相当多くのものがあのネイティブアメリカン、あるいはね、アフリカンアメリカン、こういった、これは自明ですけど、アフリカンアメリカンの 文化に対する用20世紀文化に対する器用っていうのはあまりに自明なんだけどあの本当はねもっともっと深いところで僕らはねアメリカを経由しながらこうヨーロッパをある意味圧倒してヨーロッパ人たちがこうずっと抵抗したようなあの思考法とかこう発想みたいなものを受け取ってんじゃないかとそれはで僕らはなぜかそれはヨーロッパから来たものと勘違いしてるという、うん、それをそういう歴史の見方を大きくこう えっと、この本もそうですけど、変えられちゃって、それこそ中川さんのやられてることも、まさにその系譜、即、はい、してるなというふうなあの、そういうふうに思いました、はい、いやまさにそうで、あの僕あの、ちょうど8月にですね、あのまあ、ちょうどあの8月半ばにちょっとリプレイングジャパンっていうですねあのゲーム、まああの、主にちょっと日本の,あのゲームを中心とした。 ポップカルチャーとかに対する、あ割とちょっと日本研究みたいな文脈での国際カンファレンスがあって、それに発表で行ってきたんですけど、その場所がですね、ニューヨーク州のバッファローというところで、バッファロー大学で行われたんですけど、そこに僕は最初にニューヨークシティに ニューヨークシティからちょうどアムトラックという列車に乗って北上していってそれでオンタリオ湖の方で西に曲がってずっと西にオンタリオ湖沿いオンタリオ湖からエリー湖に至る。 ちょっとナイアガラに近いんですけどね、の方に行くみたいな感じで、旅をしていったんですけれど、そこでバッファロー大学での発表と、それから付随したプログラムで、バッファローのもう少し東側のところにロチェスターという街があるんですね。そのロチェスターという街の方に、実は国立、 あ、えっ、ー、とね、あのナショナルミュージアム・オブ・プレイ、あ、えー、とあ、ええっと国立ストロング・ミュージアム・オブ・プレイ、えー、ええー、っとあの、えー、ストロング国立遊びのえー、博物館という、あのあののえー、その、なんていうかな、あの、えー、遊戯誌をですね、あのアメリカの子供たちがずっと慣れし慣れししんできた、あのえー。 いろいろ、あのーねえーまあ、1800年代ぐらいからある、まあ、あの伝統的なその、まあ、人形だったりだとかそれから、えーまあ、あのあいろいろな時代に出てきた遊具とか,あとかおもちゃとか、えーまあ、それから最近のゲームに至るまでの,、まあ、あの遊びのもう総合的な博物館がマ、まあ、ストロン博物館というのがあって、まあ、そこも視察あのした感じだったんですけれど。 これ、本当にねあの、えー、もうずっと夏休みなんで、まあ、家族連れの子どもたちが、まるでてちょっとテーマパークあの、まあ、みたいに遊びつつ、しかしその、ねあのえー、この遊び空間の中に、すごい貴重な資料も、ね、すごく遊戯誌の,、ね、の貴重な資料もあったりとか、あと、まあ、そのコンセプチュアルなあの、ね、ちゃんとパネル説明なんかもあ,のあるみたいなあの形で、まあ、施設としても非常に面白いあいところがあったんです。 けれど、あのそこのですね。あのまあ、ロチェスターの街の、えー、そのまあストロングミュージアム博物館のあ、ストロングミュージアムの,の,あの,アムのえー、まあ、敷地の、えー、ところにその土地のですね。あの、えっ、ー、とまあ、由来を示す。あのー、ね、あの遊びとそね。そのロチェスターの街がどのようになんか結びついているかというので。まあ、あのまあ、遊びはここで始まったみたいなあの。 ここで起こったというあの、えーまあ、4枚ぐらいのパネルでその、まあ、あのストロング博物館があのできる、えー、までの遊び的なものとの,その、まあ、土地とのゆかりを示す、えー、パネルの中であの最初に置かれていたのがあの、えー、とちょうどこの,、ねえー、とあの,この万物の,あの例名の,あの500何ページかに、ねこのねえー、とあったあの地図があって。 でそこにあった、その何ていうかな、あのえーとまあ、色いろこ、まあ、い連合とか、あとはあの、まあ、ウエンダットと、まあ、あの呼ばれるあの人たち、まあ、先住民たちの半、ね、島がそこだったということで、まあ、まさにそこに重なる、えー、感じだったんですね。で、その,せでそのパネルの中で、その先住民たちがあの一,番あの、ね、一番最初のところに、えー、このね、 あのまあ遊びはここで起こったというところでその先住民たちのねあのまあウェンダ土族だったかなの、うん、えー、中のえっ、ー、とまあああ違うや彫の書にだあの、うん、のあのー、えー、あのー、まあ 一つあのセネカですねあのセ,セネカ族があの実はその土地のハントだったので,でそのセネカの人たちがあのあ、まあ、遊んでいたその木,の木の実を使った、ね、あの割とゲーム、えー、だったりだとかそれからあとラクロスですよね、えー、とかがまずここであってでそこから、まあ、この土地の遊びの歴史はあの、ね、始まっているんだという形で で、そういう形で、なんかね、アメリカのね、産業化してから20世紀に至るまでの歴史のルーツとして、彼らはあの、ね、この先住民たちの遊びカルチャーを置いてるみたいな形があって、やはり今のもうアメリカ人たちにとっては、なんていうかな、その、まあね、もう、まあ、ヨーロッパのね、あのまあ、食、 まあ、あの植民国家としてみると、まああの、なんていうかなその、えー、アメリカというのは歴史がない国だというふうに、まあ、あのよく言われてるんですけど、もそれはもうとんでもないと。もうアメリカにこそ、なんていうかな、ヨーロッパ人たちが持っていなかったその歴史があって、でそれが今の,、ね、あの私たちの文化を作っているのだっていう自覚を結構今のアメリカ人たちって非常になんか持ってるんじゃないのかなと。そういう意識で、あのだいぶね、あのまあ、 あのこの、ね、20世紀後半の,そのアメリカ人たちの意識っていうのは非常に変わってる来ているのではないのかなということをやはり、まあこのまあ、ゲームをきっかけにしてああの初めてちょっとアメリカに渡って非常にちょっと体感してきたという、えー、ことがあるので、まあ、だから先ほどねあの酒井さんがあのおっしゃられたその、ねそのね、ヨーロッパとは違うアメリカに,のにあった英知というものが を、あの、まあ、基盤にしつつ、で、今のアメリカ人たちの、その、まあ、民主主義に対する意識だとか。えー、というものっていうのは、なんか、あの、そういう形で、今、アップデートが始まってるんじゃないのかなということは、非常に感じたところでした。うん。面白いですよね。あの、えー、っと、これも。この、万物黎明でも出てくるし、まあ、普通に有名な話ですけど。うん、えー。 あのえー、っと、あれですよね、北,あの北アメリカの西海岸の、はいえー、仮面の文化ですよね、あのえー、っとあもうちょっと出てこないな、あのえー、有名なねあのレビストロースが「仮面の道」っていう本を。 えー、書いた、もうポトラッチでも有名な部族ですけど、ちょっと今、名前出てこない、クワキウトル、クワキウトル族ですけど、うん、あれ、ま、あの仮面の文化、またあの、神秘的センスがまたヨーロッパに伝わってある種の、彼らの想像力を刺激しながら、シュルレアリズムとか、うん あのあの辺りのアバンギャルディズムにつながってくるというまた流れ方もありますもんね。ねあとまた言うとそのこれもこれはグレーバーが好んで引き合いに出すような例ですけど、うん、あ,のあれですよね、えー、っと遊戯警察とか遊戯王ですよね。北アメリカの先住民の文化の中に現れる、えー、彼らのある種のプレイフルな 社会システムの移動ですけども彼らは決してえ常にヒエラルキーを解体したりえ不平等主義を徹底したわけじゃなくてもともとクアキュートは、まあ、かなりこうヒエラルキーからの社会を構成したわけですけど儀礼、あのー、の時にだけ王様があるいは えー、横暴な警察になる人物が現れてで、儀礼が終わると、そいつはまた普通に戻ると、で儀礼の時は、そいつは、王様ごっこ、警察ごっこの警察官というのは、もう命令したら何でも言うこと聞かなきゃいけないと、ふだあの普段は考えられないような、えー、力を持つんだけど、 で我々のある意味でこう国家とか警察と同じようなあの力を持つんだけどそれ,それは終わったら解体していくというあの、まあ、これごっこですよねある意味でごっこっていうのを真面目にやってるわけですよね真面目にやっていながらある種のこう、えー、複数の社会というものを固着しないような流動的な こうありようをこう保持してるわけですよねでそういう意味でのプレイと遊び心とこの,、うん、あのなんだろうこう中川さんがこう敬語をたどってらっしゃるようなある種のゲーム的イメージっていうかゲーム的想像力っていうかああ、まあ、もう遊び的プレイ的想像力って言った方がいいのかもしれないですけどあのそういったものってそういうものもやっぱりこう流れ込んでいるのかもしれないですよね。 今、ちょっとやはり僕が専門的に日応研究しているゲームスタディーズという分野があって、やはり古典的な先ほど話した法人画とか海洋話の系譜で遊びの本質を考えていくというものが今、もう少し洗練されていてさらにいろいろな概念装置とか道具とかが。 まあ出てきていてきい、まあ、どっちかっていうと最近はあのまあ分析哲学系の何、まあ、て言うかなあの、えーまあ、あの割と枠フレームなんかも取り入れながらあの、まあ、もうちょっとその、まあ、ヨーロッパ哲学よりは あのえっ、ー、ともう少しなんか実、あああののなんかまあ、あのプラグマティックなあの、まあ、あの形のテクスト学的な枠組みで、結構まあ最近のゲームスタディスってちょっと進展しているあのところがあって、まあその中でやはりまあ遊びのああのねあのね研究の中だと、えー、やはりああのやはりまあ、ゲームとプレイっていうものが、ちょっとやはりあああの、まああのま概念的にあのちゃんと分けて考えようと。 いう傾向が、まあ、あのだいぶ強くなっていって、でまあ、それで、えー、と遊びと、あとその遊びの外側のあ遊びと、それから遊びとゲーム,あそうだなあゲームっていう領域や古典的な意味でのゲームっていうのが、まあ、もう少しあの厳密にあの、まあ、あの定義あのされるようにあのなってきているところがあって、やはり、まああのねええー、とそれからその、まあ、ゲームとその周辺領域。 でその、まああの、ゲームよりももう少し縛りの低い、まあ、遊びというものがより、なんていうかな、ベンズ的にその大きなあの、えっと、領域として定義されていって、でさらにそのそ外に遊び以外のいろいろなあの現実的な事象、まあ、みたいなあの形で、まあ、割とあの定義されるようになってるんですけど、まあ、やっぱりその、まあ、えっと、 ある現象がその遊びであることの大事さっていうのは、一回こうあの固定された構造みたいなものが、あのまあ、いつでも解体可能であるとで、仮初めのものであるということっていうものが、やはりその遊びのが遊びであるための,あの要件として重要で、でまあ、それをなんかね、あの固定してし,しまったものにすると、あのねまあ、それはもう遊びではなくなるし、あとはまあ、 もう少しルールのしっかりしたゲームにおいても、ゲームが現実と違う点というのは、やはりゲームのためのマジックサークルという言われ方をすることが多いんですけれど、やはりある空間的、時間的、にあるいは概念的に、我々が普段の現実とはある区別された、そこでだったらば、ああののねねええっと あの現実とは違うあの、ね、あのルール意識で振る舞ってもいいのであるとい、まあ、ったような約束事が成立する、まあそのえーとまあ、時間的空間的概念的な区切りみたいなものがあの、まあ、マジックサークルという形であ,のあったりだとかっていうことがあの重要で、まあ、それがだからねもうなんていうかなそのシリアスな構造として固定されてはだめなんですよね、うんで。そういうふうにいつでもなんていうかなそのシームレスに、えー、とある、まああのえー、構造を作っては あのねえーまあ、その中で一旦ゲームとしてそこで振る舞うことができるけれどそれはいつまでも永続化しないものであるというちょっとそ,、まあ、そういうことが大事だったりとかあのするわけですね。でまあ、なので割となんていうかあの、まあ、あの人間のなんていうかな健全な、ね、その社会システムというものというのは、うん、そういう形でいつでも何ていうか。あのね ね、もうもう高度な、ね、パフォーマンスを発揮するためには、ね、まあ、もちろんだから、組織化して、ね、あのまあ、システムとして回さなければいけないんだけれど、ただそれをやはり、ねそそ、それっていつか、ねまあ、人間の,あの気持ちというのは飽きるし、生むし、あるところではパフォーマンスを発揮したものも、ね、あの、うまくいかなくなることがあるから、それをちょっといつでも解体可能なものにすると。 いうその担保をすることが結構重要なんじゃないのかなと思っていておそ、うん、らくその近代社会を、ね、ヨーロッパ的な近代社会があのできる以前の,、ねあ,のね、あえて国家にこうすることをやってきた、まあ、クラストル的なあのね、えー 社会とかその、まああのえー、民族の人たちっていうのはそういうなんていうかな一回もう、ね、固定したものをちゃんとあのいあの一回仮初めに作ったものを、まあ、ま,たまた元にばらすとあのいうことが結構知恵としてあったんだろうなと思うんですよね。 むしろなんかそれを失われてしまったあの社会が、まあ、あまりにもだからね、えーまああのまあ、4、5世紀ぐらいからちょっと固定化しすぎてしまったのが今この状況なんじゃないかという、まあ、見え方もするので、まあ、今その、ね、遊戯研究だったりだとか、それから、ねこ,のね、あのこのグレーバーたちの,、ね、このバムズの黎明とかの証拠だったりだとかを見直すことによって、やはりなんていうかもう一度、その,あの 作ってしまった構造を、まあ、あの適切な形でその解体して、ね、ばらしていくっていう方向のなんかエイチみたいなものが結構必要なんじゃないのかなっていうことはあの非常に感じますよね、うん、思わぬところでね本当ゲーム研究のような領域が、はい、えっとものすごくこう、えー、狭い、うん、こう閉じた領域じゃなくて あの社会的、政治的にもこう根源にあるようの根源、あるいはこう未来をこう、えー、切り開いていく根源の領域にまで迫っているというようなあの感情を受けますね、お話。やはり、まあそのコンピューターが作り出したその仮想空間というものは、まあいつでもバラッすことのできる、まあすごい、なんていうかな、この現実に比べてすごくソフトなね、あい ね、あの組み替えやすい空間であるということがあって、ね、プログラムを書いては、ね、まあ、これダメだったらあのこうすればいいやっていう形で、現実空間よりも、ね、そのソフトにあの解体可能なものなので、まあ、だからそれがくしくも、あのなんていうかな、そのねえーこのまあ、アメリカ大陸で、ね、とかで、ね、あの割といろいろなあの先住民たちが、ね。うん もう歴史を通じてあの、まあ、歴史的なスパンでねその遊戯的な、ねあのまあ、遊戯農耕をしたりとか遊戯を、ね、建てたりだとかっていうあのことをやって仮初めに作っては解体してきたっていう、まあ、そのサイクルと似たようなものを割と短いスパンで何て言うかなあの再現することができたのが、まあ、結構その、ねあのえー、コンピューターの空間だったんじゃないのかなっていう、まあ、見え方もして。 まあアメリカっていうのは結構何て言うかなまあそれこそなんか壮大ななんかねあの人類史の実験場だみたいだ,だみたいなまああの言われ方ってすると思うんですけどまあそのだからアメリカのねなんか割とそのねあの国土を使ったそのねあのフロンティア感みたいなものそのまあまああのそのねまあいろいろその <coughs> まあ、アメリカ人たちがいろいろなその試行錯誤をあの,あの国土の中で、まあ、やってきた空間の延長線上をそのなんていうのサイバースペースになんか、ねあのえー、そのマインドをなんかあの置き換えたとでその、まあ、置き換える中にその、まあ、もちろん、ね、その西洋的な西洋的な科学合理主義的な、ねそのまあ、あの知識をベースにしつつもその中にやはり、ね、その先住民的なマインドがそのコンピューターカルチャーの中にも。 ね、あのヒッピーハッカーを通じて入り込んでいるわけなので,でそれがそのなんかサイバースペースにもできてでそれがそのまあゲーム史をあの、えー、作り出したっていうふうに、まあ、あの理解しているのでそこはすごく、ね、アメリカ大陸の在り方とあのすごくなんていうかあの実は地、ね、続きでつながっているなという感じを僕は持っていますね <laughs>、うん。うん あ,あとねそれで僕がこのバムズの黎明をあの読んでこれが腑に落ちたあのすごく腑に落ちた、あのーまあ、あのあの前提になっのそ,そのまあ前進になってたのがやっぱりちょっと中澤慎一さんの本であの、えーとまあ、憲法9条世界遺産にっていうあの、まあ、爆笑問題の太田光との、まあ、なんか対談本 としてあの、まあ、あの書かれたその新書があるんですけど、でそこで結構まあ中田さんが、日本国憲法っていうのが、わ、まあ、割とだからアメリカに押し付けられたものであると。うん、でアメリカの何のていうかな、そのね、すごくあのまあリベラルデモクラシーの、まあ、自分でもできないような理想を詰め込んで、その中にちょっと救助みたいなものもあってみたいな。 あのまあ、あのことがあって、まあ、そのことが割と、なんていうかな、その、まあ、アメリカ、まあ、要はね、欧米の、ね、なんかね、その理想を押し付けられたものだみたいなことをあの言われがちなんだけれど、いや、そうじゃないんだと。で、アメリカのね、合衆国憲法の、日本国憲法の、まあ、モデル とかになった、まあ、あそうだ、えっとあ、まあまアメリカの憲法よりもさらに、アメリカ憲法よりもさらに、なんていうかな、あの、えーまああののえま純化したその理想としてのまあ日本国憲法というものは、実はあれっていうのは、なんかね、ねえっ、ー、とまああのインディアンたちの、なんか、えーのまあのえー、色恋連合のね、あのが、あの、まあ元々そのまもともとアメリカのそのね合衆国憲章の、なんていうかな、あのあののの三三章原になった。 えー、というあのことがあって、でそれを色恋憲章の,、ね、そのなんか非戦のね、何、えー、ていうかあの、ルーツをよりあの、えー、突き詰めたものがなんか日本国憲法である。だからその、まあ、日本国憲法っていうのは世界遺産にすあのした方がいいんだというロジックを言ってたんですよ。でなので、あ、そうなんだって。 あ、そうそううなんかそういう持ってき方で、そのなんていうかな、そのまあアメリカというものをまあ、単なる、なんていうかな、そのまあ連合国のねねあの,ね西,側の,大あの西側の、あの西側なんていうか、ボスということではなくて、そのそこにある、そのねやはり、まあ,あのイルゴイ連邦のあのえー、ところに持ってきて、そのまあそこには違う文化圏があって、で,そ,でそれこそがその日本の土壌と通じたのであると。 いうロジックをあの中澤さん立てたんたですねで僕ちょっとそれの,あのまああのまあの影響を設けつつ、まあ、現代ゲーム全市をの,あのまあアメリカとその日本のがなんていうかなそのゲームの,の通底した土壌というあの認識を、まあ、ちょっとそれを経由して持っていたので。 でまあ、まさにそれが、まあ、中澤さんの言ってる、なんとなくちょっと、なんていうかな、中澤さんの、まあ、割とちょっとチェリーピッキン,ピッキングな不可視かなという点で、まあ、あの前に唾をつけながら僕は<笑><笑>、まああのえー、受け止めていたんだけれど、でもそれってもっと、まね、ち,ゃちゃんと、ねあのまあ、あのグレーバーとウェングルフたちが、まあ、こんなになんか考古学的な証拠を持って、えー、結構これぐらいまでは、 あのまあ、ちゃんとエビデンシャルに言えるんだぞとあの、まあ、いうものとして僕接することができたんでそこは非常に嬉しかったんですよね。このこあながち間違っちゃいないですよね。そ さまざまな平和な規約も、うん、あれもね、色恋たちがものすごい血塗られた内戦、うん、内戦というか、当時はもう本当、外戦ですけど、戦争を経たうえで作られた、うん、かろうじてこう作られたあの平和の理想なんですよね。あ、ただ、まあ、そういうことは、インディアン研究の人は結構言ってますよね。確かにあの、そういうように日本国憲法を捉え返していく流れって、確かにありますよね。でそれちょっと僕も あんまり重視しなかったけど、大事ですね、今言われて。あのあそうか、大事なんだなと思いました。はいまあ、ただ、色恋連合のね、その辺のなんか平和主義みたいなものが、とか、まあ、あの平等主義みたいなものが、まあ、どれだけアメリカの合衆国憲法だとかに影響したかっていう影響論については、まあ、ちょっと懐疑的に語られてるんで、でこの本でも、まあ、そこまで強くは主張してないですよね, <laughs> えっとねただそこはね。 彼らの場合、もっと強いっていう言い方もできるんですよね。あそ,うそ,うそうかあ要するにこう、これは当たり前の話ですけど、影響論争の中のネイティブアメリカンたちの歴史家たちもあの全面的に影響を与えてるなんて言ってないんですよね。うんうん、一つの、えー、影響源になってるというような議論なんですよね。それですらねこうやっぱり、うん えーという非ネイティブのこう研究者たち、とりわけマジョリティの研究者たちは反発するんですよね。はいはい、それよりも大事なのは、もともと連邦システムとかあの、コンスティテューションとかの影響だけじゃなかったんですよね。この定期は問題的、70年代ぐらいからネイティブアメリカンの歴史家たちが定起したのは、<laughs> さっき言ったような自由のイメージとか、食べ物とか、 日常的な習慣とか、こういったものの深いレベルでアメリカに来た植民者たちに与えた、えー、ネイティブたちの影響なんですよね。な、はい、影響なんですよねそれがいつの間にかこうとても制約的な議論になって、あの連,邦えええっと、連邦システムにどれほど影響を与えたかみたいなところで献金がくがくになっちゃって。うん このトータルなビジョンが失われたっていうのが彼らのそれをもう一回復活させなきゃいけないっていうのが新た,新たなこうエビデンスとともに復活させなきゃいけないというのが彼らの万物と例明の主張であり思考ではあるんですよね。うん、でそういう意味ではこうむしろ中川さんがおっしゃったような研究との接点とはもうあのそのままつながるっていう感じですよね。その憲法とか えー、生体の構成だけじゃないという意味ではそうです。うん、ありがとうございますあとあの私がこの「万物の黎明」の中で「その遊戯」っていう部分で気になったのがそのこれ後書きにも書いてあったし結論の12章の結論のところで。 書かれてるんですけど歴史のほとんどにおいて儀礼的遊戯の領域は科学的な実験室でありかつ社会にとっては実際に応用できようができまいが知識や技術の宝庫でもあったっていうことがね大事です、ね。うん、科学って遊戯とね廃版すると考えられてますけど、うん、実際に科学の現場で起きてることっていうのは遊戯的想像力に満ちてるっていう。 やっぱりそれが今日の,その中川さんが、うん、あの教えてくれたゲームのことともうつながったなってここの記載がその科学的な、まあ、ゲームって本当元をたどれば遊びの研究なようにやっぱ想像力で人が楽しいと感じる。 ことってなんだろうっていうことをもういろいろクリエイターたちは考えて作ってきたわけで、ね、えそれがテクノロジーと合体して、まあ、デジタルゲームになってるしっていうのもすごい納得だし本当にこの本の中ではさまざまな英知が載ってますけど先住民たちが行ってきたその儀礼的なそう遊戯のこう もそうだし、さまざまなその儀礼的遊戯で、あのなんていうの、デジタルなぎ技術をイメージすると違うと思うんだけど、それこそ、なんていうの、作られてきた、えっと、どっかで坂井先生がこっちのら本かで、あの解説していた、その 土器,土器っていうか陶器かセラミックっていうのとか、まあ、ああいう,もういろんな発明物っていうのがその儀礼的遊戯の中で、まあ、生まれていったみたいなこともこれを読むと分かってやっぱ大事なのはプレイプレイ心っていうか遊び心なんだなみたいなの本当に <laughs> ねえ,、うん、あ,えあの遊びっていうところに多分そんなに 力点を置いて注目する人、そこをこう、なんだろう、中心的にぐーんと受け取られたっていうことは、あんまな、中川さんはあのあのそうだけど、あんまり他ではないような気もするんですよね、そ、うん、こ,こまで。やっぱり大事ですよ、これ、あそ、うん、心っていうのは、やっぱりね、日本って不思議なんだけど、あの中川さんが言われたような、ある種の。 そうゲームに、ゲーム文化にも通底するような遊び心のカルチャーあるんだけど、実際社会の中で本当にシリアスじゃないですか。なんでもこうすぐシリアスにしちゃうというか、面白いことが起きてもすぐなんかこう制度化しちゃうシステムにしちゃったり、うんえー、惰性的なこうある種の権威構造にしちゃったりとか、だからとりわけね、それは研究の世界とかでもそうでしょだと思うんですけどね。やっぱりみんな こういう時代だし遊び心を持って、えー、実際にそんなにシリアスに考えなきゃいけない我々が思っているほどシリアスなものがシリアスじゃないかもしれない、うんえー、我々が思っているほどシリアスなシリアスに解決されるものってそんなにないかもしれない、えー、そういうふうに考えた方がいい。 歴史的にもそれがこうもっと肩の力抜いてね、うんえー、あのー、遊び心をもっとねこう発揮したり人が遊んでることあんまりくダくダしか言わないで自分も一緒に遊んでやるとか、うん、まあそのぐらいの感じでねやっ、うん、た方がいいですよというような、あのー、受け取られ方のしかあをされるとこちらも嬉しいですよね。 うん、本当にもう私がアナキズムから学んでるのは遊び心が大事ってことですし、うん、そうこの本の、あのー、<laughs> 中でもうすっごいしびれたのがあ「役者後書きに変えて」の609ページでこ,れこの本が何なのかっていうことを酒井先生の言葉で説明されてるんですけど。 人類をその発端から想像力に富み知的で遊び心のある生き物として扱ってみること。2人類が平等な牧歌的状態からいかにして転落したかではなくなぜ自らを再創造する可能性を想像することさえできないほどギチギチの思考の束縛にとらわれてしまったのかなぜ閉塞スタックしてしまったのかと問いを転換させること。 でこの2点が本書を読むのにあたってとても重要であるっていうふうに書かれていて人類がその発端から想像力に富み知的で遊び心のある生き物であるって考えた方がもうよっぽど何て言うのかなそのポジティブな思いで、まあ、楽しく社会を変えていこうって思えるっていうか。 私たちは常にこれまでもそうだったっていう先人たちはそうだったって思った方がそのシリアスにあの眉間にしわ寄せて戦っていくよりもそっちの方がいいじゃんってすごい思ったからそういう意味で私はこの本にめちゃくちゃ大きな影響をもらいましたあ人類はこうだったんだっていうすごい元気とあの勇気をもらいました。そうなんですよね だからあの、まあ、実際ちょっとあの、まあ、あの僕が書いたような、ね、デジタルゲームの歴史における、まあ、デジタルが登場して以降のゲームって、まあ、そのデジタル以前のゲームと何が違うかっていうと、まあ、とにかくゲームの,あの圧倒的なその数が多くてデジタル以前のゲームっていうものはずっと長い間、ね、その人間同士の間で制、まあ、度として、まあ、じゃあこういうゲームでいこうねこういうルールでいこうねっていうふうに。 まあ、あの固定して、まあ、1つのゲーム、ね、あの歴史が長くてあの、まあ、そんなにあの、まあ、そこまで数が多くないっていうあの、まあ、あの感じなんですけどもでもデジタルゲームになってからもう次から次へと、まあ、こんなゲームを作ってみようっていう形でもうどんどんあのリリースされていってはまあ忘れられていきっていう形で、まあ、とにかくねあるゲームが1つの、ね、ゲームがあの圧倒的な影響を持つということよりもそれが解体されて あのね、あの次々と退社していくっていうあの、まああのねまあ、サイクルが非常に早くなってきたとい、まあ、ったところでデジタルゲームの歴史ってゲームチェンジの歴史なんですよね。うんまあ、というね、だから次から次へとね、あのねあのまあ、あのゲームチェンジがあの起きていくっていうこの想像力がやはり。うんあの よりんていうかな、どうしても、とはいえ一方で、一度形作られてしまったコンピューターシステムだったりだとかインターネットのアーキテクチャみたいなものっていう形で固められてしまうと、んていうかな、固まってしまったプラットフォームシステムの上で、そこで その範囲内でちょっと遊ぶっていう風うに、まあ、どうしてもちょっと、まあ、あのなってしまうその範囲でだったらば、まあ、ゲームチェンジがゆ許されるけれどあの、まあ、そ,その,あの一回固められてしまった土台みたいなものはもう、えーまああのね、プラットフォーマーたちの手のひらの上であるみたいな、うんまあ、というちょっとねジレンマがあ,のあるんですよねだから、まあ、ちょっとその構造をよりちょっと目立に捉えてで人類史全体を通じても,もっと あの何て言うかな、そのえー、さらに、えー、あのまあ、だからまあ、これぐらいのところまで、あ,あるねねあのね数百万、ね、年前になんかねかあの試されたところに戻っちゃってもいいんだぐらいなあの想像力をあのね、えー、持ち直して、でそれでそのまあゲームのね解体再編みたいなあのものを。 だから、まあ、もっとあの大胆にやってもいいんだっていう想像力をやはり、ねあのえー、このパンプスの例明とかであの持った方がいいなっていう、うん、あの感じが、はい、僕はしました <laughs>、はい。ありがとうございます。酒井先生最後にもし何かあれば。あいやあの本当に、えー、あの刺激的で、えー、面白い話を聞けて。 あのよかったです、うん、あの僕もやる気が湧いてきまかいや酒井先生の,そのこの間の「万物の黎明」を読むの観光記念の回で感じましたけど、はい、本当この本「万物の黎明」であるとか酒井先生のお仕事っていうのはいろんな分野の方たちにすごくあの深いところで大きな影響を与えているなっていうことを 思っなので、ええ、あの私は研究者じゃないけどもう酒井先生は特別存在です本当にもういつも思ってますしこれからもその、ね、先生井今日話が冒頭で出てよかったなって思ったのは酒井先生は近年グレーバーの かあの簡約者とご紹介されることも多いけど通天閣の著者であっていやいや冗談ですからいやいやそうそう,そういや本当にそう思って <laughs> あのあかん全, <laughs> 全然言われないっていうねだから今日はそれも。うん はい、アーケーースででししししたたたた嬉かかったです天閣と、ね、数とと、ね、とタワーの話はままま別にしたいなと思うんすいい思ねありがとうございましたあのこれからもたお二人のお仕事からを楽しみにしてます、私は。<laughs> ありがとうございます。<laughs>